美味しんぼよりベトナムの刺身対決でとあるアイテムで逆転してしまう山岡四郎。いや今回の刺身対決どちらも大変美味しいですが、やっぱり志向さんの料理に若干軍配が上がるかと。ねえ貝原さん。シロ、貴様に料理の資格を語る資格はないってことをよく分かったが、シロ出直してくるがいい、うつけ者め。くそ、貝原雄山、あれさえ間に合ってれば負けていなかったのに。どうした栗田君、何間に合ったって。そうか、船着き場。よーし、ギーコンギーコン、ザザヤモンカー。おお間に合った、ザザン。おお、ありがとう、これがあれば助かる。よし行こう栗田君。皆さん、お待たせしました。今度はこの醤油につけて召し上がってみてください。おお、うまいね。やろか、味が全然違う。素材がこう引き出されるというか、これは一体何だい。俺はベトナム人が作った魚が原材料の魚のための醤油、ニョクマムです。すごいですね。山岡城ってこと長さがいいよね。出直してくるがいい、うん、しかもなめ。いや、栗田くんを挟んできたりとか、本当に忘年会だよねこれ。本当に。